アバオアクーのエスフィールド側だよ。これが最後の戦いなのね。アムロ少尉も戻ってきた。いよいよね。宇宙世紀の歴史が動くよ。今の僕になら本当の敵を倒せるかもしれないはずだ。すみません、援護を。了解。1年にわたるこの戦争終わらせましょう。友軍もかなり入り込んでるね。他の艦隊から来た。核壁が開いた。伏兵です。なぜ出てくる。小隊長さん、ジオ。このまま行けばアバオアクーの核へ行ける。できるぞ。内部は思ったより手薄ね。また伏兵。今度はゲルググシャーも赤いやつに乗っていたな。ララも一緒にいた。サクラ、シャーアズナブル大佐もここに。イエス。友軍から通信だよ。ジオンの新型が出たという話だ。モビルアーマーみたいなやつらしい。要塞内に入ったという報告もある。警戒を怠るなよ。了解しました。シャーか。何か呼んでいる気がする。アムロ少尉、シャーなのか。少尉さん、先行しても大丈夫。後ろは任せて。突破口を開く。やれるはずだ。こいつらやはり大物だ。シャー。あ、敵機接近。アムロ少尉さん、急いで。さあ、ここからは私たちの仕事ね。でもガンダムだけ先行して大丈夫なの？この先で彼らは出会うんだよ。手術通りにね。なるほど。じゃあ私たちは邪魔者を通さないようにしないと。そういうこと。さあどんどん来るよ。小隊長さん、片っ端からやっちゃって。上の段からも撃ってきてる。気をつけて。そこ。あてる。さすがですね。直撃させる。アナベルガト、出るぞ。連邦の白い悪魔め、幾百の英霊たちのために死をもって償ってもらう。青いゲルググ。アバオアクー統一軍ドロワ所属、サンマルに哨戒中隊中隊長アナベルガト隊員。噛まずに言えた。ガンドー隊員、凄腕なの？ソロモン撤退戦で連邦軍に大打撃を与えたエース中のエース、ソロモンの悪夢。私を阻もうと、いい覚悟だ。アムロ少尉のところに行かせるわけにはいかない。小隊長、踏ん張って。気合だけでは勝てんやった。参ります。バカ正直というのだな。
私を敵に回すんだ。君はまだ未熟。すごい強いんだけど、これ何ググ？普通にケルググだけど、正確には一部のエースに支給された先行量産型。確かに、こんな強ググをアムロ少尉のところに行かせるわけには。志すら持たぬ輩に止められると思うな。こっちにだってこっちの志があります。意気込みはよし、だが相手がひよっこではな。あと3年もすれば小隊長の私もすごくなります。3年もすれば宇宙世紀 0083 か。バトー隊員すごい男になってるんだ。当たれ。諦めなよ。セオリュー、ここは私が沈むがいい。このガトー断じて引くわけにはいかん。行くぞバルバトス、直撃させる。こんなもの、これだけでどうだ。好きだけど無駄にしたぜ。でやー、そこか。捕らえた。避けないの。おとなしく沈むがいい。うざいな、くそ。遅い。切り替え。行け。何が起こったぞ、ここだ。タイ、地球をお戻りください。ドロワが沈みました。バカな、あのドロワが。すでに撤退命令が出ています。ここで生き恥を晒すわけにはいけません。総帥直属艦隊の司令から必ず隊員を収容するようにと。あと一息というところで。そこ、行け。行くぞ。また。ぜい、しずい。バルバトス、そこ。うわ、そこだ。まだだ、このままでは終わらん。邪魔だね。仕留める。気合だけではかないじゃん。こんなはずでは。参ります。ガト隊員、もう時間だ。志半ばにして無念。アナベル・ガトー隊員、強かったわね。後で士官学校の教本に載っちゃうくらいだしね。そして3年後もすごいから。え、私よりも。さて、アムロ少尉さんを追わなきゃ。ガンダムが抜けていった各駅の先を急ごう。彼らの最後の、そして始まりの戦い。そうか、この7年後アムロ少尉とシャー大佐はエウーゴで、そしてその後もね。とにかく奥を目指そう。回り込むしかないわね。小隊長、さっき2人が言ってたララーって誰？ララー・スン少尉。フラナガン機関で育成されたニュータイプ。才能を見出したのはシャー大佐さん。その人もこのアバオアクーね。もういないよ、ガンダムに撃破されて。ね、まさかアムロ少尉が。避けようのない不幸な巡り合いだったんだよ。彼女を見出した大佐、分かり合った少尉、二人の運命に関わる大切な人。キルマンジャロで二人が話していたのはダラーさんのことだったのね。戦況は？アバオアクーは落ちるよ。ギレンザビ総帥は公式では戦死。さっきガトー大尉さんを回収した総帥直属艦隊みたいに撤退を始めてる部隊もあるし。地球連邦か。この戦争に勝つ。ソロモンの悪夢、そしてティターンズ、ガンダムの歴史が始まると言ってもいいかも。現実の私にとっては未来のことだから、なんとも複雑ね。これはシミュレーションだから
ムロ姉さんの未来が必ずしも同じになるとは限らないけどね。この戦いの頃、私や小隊長はどこにいるのかしら。指揮系統は一体どうなっているんだ。このままではまずいぞ。おい、聞いたか。ギレン総帥よ、この先の各駅アムロ少尉さんが戦ってる。小隊長、スイッチを押して見届けましょう。最初のガンダアムロ少尉。ユノさん、ホワイトベースのみんなは今のところ無事だけど、早く少尉さんを助けてあげないと。僕が、もう少しで私たちを勝てる。あとはシャーンサーブル大佐を見せてもらおうか。君たちの実力がどれほどのものかを。すごい気迫、赤い彗星の本気だ。本当にシャーなのか。シャー以上のニュータイプみたいだ。しかしこんなところで何やってんの。そこだ。終わりはしない。あなたのためだ。受け取るがいい。そこだ。ギレン、感謝します。撃たされた。どうしよう。ダーシ、捕らえた。私からの手向けだ。受け取るがいい。そこか。邪魔をして。もらった。こんなはずでは。いただく。沈め。そこか。強い。もらった。まだやれるぞ。新型だ。なぜララーを巻き込んだ。ジー、ララーは戦いをする人ではなかった。それが許せんというのなら間違いだな。何、戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった。それは理屈だ。しかし正しいものの見方だ。あてだ。ザッ、これでザッ。見なさいよ。前へ。削ったか。私は共に出ていながら、こんな。そこか。ガーッ、捕らえて。死体が。ここが資源衛星ね。側面から夜勤ルーへに近づこう。三日月オーガス、出るよ。
ジュリエッタ・ジュリス、あなたの援護に入ります。ギャラル・ホルンの目も辺境の地には及ばぬか。あ、グレイズ・リッター、マクギリス・ファリド准将さん発見。こちら鉄火団、探してました准将。共に駆け上がろうか。こちらと手を組むのだろ。そうです、モビルアーマーと決着をつけるため火星に戻りましょう。作戦ポイント、ハッシュマルのサブユニットがこんな、どう見ても資材置き場だね。まるでモビルアーマーのための補給基地ね。仕事熱心なクルーマたちだけど、このままやらせるわけにはいかんな。乱戦になります。従者、招待者、気をつけて。行け。すごいな。そこか、まだ来るというのか。かなりのデータ量がディレクトリをまたいで流れ込んできてる。戦闘力は知れているが、こいつは厄介だな。敵の数にだって限りがあります。とにかく退治しましょう。いいだろう。まだか、直撃させる。展開、そこだ。やるじゃん、当てる。私は負けていられない。いけ。プルーマ、すべてブレイクアウト。これでしばらくはおとなしくなるだろう。マクギリス、プルーマいないね。ジェネシスの方も気になるよ。キラ君たちのデータが確認できない。ザフトの防衛隊です。プルーマの反応なし、突破してください。果たすべきを力で果たすまでだ。でもミッションデータは不安定、ブレイク現象そのうち起こるね。ザフト軍の防衛隊です。迎撃してください。相手は烏合の衆、頭さえ潰してしまえば降伏するだと言うけど、このミッションの頭が誰なのかが問題だね。そもそもマクギリス准将がブレイクアウトしてくれないし、データの乱れは今までで一番。ジオンのモビルスーツがブレイクイン、またコースコン隊なの。所属はアバオアクー統一軍総帥直属艦隊。じゃあこのゲルゲクはあの宇宙要塞から。なんか不穏な感じね。でもプルーマもまだいるはずだし。これでどうだ。当たれ。ザ展開。そんなところで味方がいない。助かる。行け。
だか。直撃させる。一息に飛び込む。逃がしましょう。これで当てれば。そこで。そこ。私も負けていられない。落ちる。肝心な突だ。オールレンジ攻撃。直撃。なかなかのものですね。さすがですね。マディ。ブルーも発見。こんなところでデザートを食べてたのね。重将さん、迎撃してください。こいつらを倒せば火星に戻れます。迎え撃つならいくらでもやりようはある。これが最後のはずです。油断しないでください。劇的に仕上げよう。小隊長、連携して劇的にお願いね。どうしいな。そこだ。残念だな。やっぱりシャアアズナブル大佐、アバオアクーからここに来たんだ。じゃあこれがジオング。スカート付きならぬスカートのみ。宇宙空間では足なんて語りって割り切りもあるってこと。足は質量移動によって姿勢制御の走りになると思うけど。これも数奇な巡り合わせというものだな。見せてもらおうか、貴様のその実力とやらを。いいだろう、受けて立つ。なかなかのものですね。オールレンジ使いが。何をしているのですか。私に出会った不幸を呪うがいい。では私も果たすべきを果たすとしよう。そうそうやらせはせんよ。マクギリス住所を無理しないで。相手はエースパイロット赤い彗星です。あの目標を打ち取れば栄誉栄達は思いのままだろう。それくらいの相手だとは思いますけど。歴史に名を残す。そこか、捕らえた。礼を言う。そこか、いけ。私から逃げられると思っているのか。我々にはもう逃げ場はないんだ。戦うことですか。未来への道はない。ほう、少しはやるようだ。道を開けてもらおう。重将さん、無理しないで。小隊長、ここでマクギリス重将を失えない。赤い彗星を止めて。なめられたものだな。私からの手向けだ。受け取るがいい。まだだ。これほど。危ない。ブレイクアウト成功。マクギリス重将さんは。君たちの活動は引き続き頼りにしたいと思う。はい、マクギリス重将、また後ほど。うん、これで地球外縁軌道統制統合艦隊の指令を元の歴史に戻せたのね。それはグッドなんだけど、このミッションキラ君たちがやっぱりいないんだよ。果たすべきが果たせない私たちはブレイクアウトするしかないね。うん、終わった。帰ったらご飯あるかな。あんたもアトラのご飯どう？美味しいよ。
カミーユは私のことを知った。知っている人がいてくれるから生きていけるんだろう。援護する。なら敵になるのはやめて、私に優しくしてよ。ちぃ、カミーユ早くゼータに乗れ。さくら、目的地は？この先のシャトル発射場。ティターンズの幹部が脱出しようとしてる。そう、戦っちゃいけない。君は病気なんだ。私は記憶が欲しいの。自分のことをもっと知りたい。これがサイコガンダム。フォーさんは？そう、サイコガンダムを降りるんだ。お前たちを倒せば私はもう苦しまないで済む。そう、なかなかのものですね。ボールレンジ攻撃。行け。そこだ。さすがですね。仕事言うんだ。僕が説得します。お前なんかだ！捕まえた！
受けてみろ。もう近づかないで、私に構わないでよ。目を覚ませフォー。俺だ、カミーユだって分からないのか。カミーユ、自分のやっていることが分かっているのか。まずいな。ユノ、サイコガンダムを頼む。制空権は我々で確保する。了解です。小隊長、クワトル隊員と連携して。カミーユ、来い。乗っちゃいけない。フォーはもうこんなマシーンに乗ることはないんだ。カミーユは私のことを知った。知っている人がいてくれるから生きていけるんだろう。あんたはなら敵になるのはやめて、私に優しくしてよ。ちぃ、カミーユ、早くゼータに乗れ。サクラ、目的地は？この先のシャトル発射場。ティターンズの幹部が脱出しようと。私は記憶が欲しいの。自分のことをもっと知りたい。これがサイコガンダム。フォーさんは？フォー、サイコガンダムを降りるんだ。お前たちを倒せば私はもう苦しまないで済む。フォー、邪魔。ナラスラス、切り裂け。オールレンジ攻撃。なかなかのものですね。行け。そこだ。まだなのか。まだか。てりゃ。オールレンジ攻撃。ザ。行け。肝心なこと。カミーユ、離れてろ。大
い、やめてください。攻撃はしないで。どうしろというんだ。僕が説得します。やらせない。調子いいな。沈め。これでどうだ。さすがですね。早く落ちてる。制空権は我々で確保する。了解です。小隊長、クワトル隊と連携して。カミー、来い。乗っちゃいけない。フォーはもうこんなマシーンに乗ることはないんだ。気にかけるな。これで決める。うわあ、当たるものか。機体が何やってんの。まだ動く。やらせなさい。惜しいな。私が共に出ていながらこんな。自分を殺すことになる。ここは戦場だぞ。だけど僕は人間です。戦いの中で人を救う方法もあるはずだ。あるわけないだろ。クワトロ隊の言うことの方がよっぽど理想論だ。この地ユニバースにはそれは可能なの。サクラ、歴史は変えちゃダメなんだよ。ヒノ姉さん、邪魔をしないで。どうしよう。ザッ、
オールレンジ攻撃。そこだ。システムからの強制か。ダメだ、それに乗っちゃ。それは悪魔のマシーンだ。さくら、彼女を降ろすことはできないの？無理だよ、フォーさんは自分の意志であれに乗ってるんだから。そうか、催眠療法。じゃあもう破壊するしかないの？そんなこと、俺はフォーを守る。危険だな、クミーフ。それではアムロレイの二の舞になる。展開。受けてみろ。吹き飛べ。もっとこれは私にやらせはしない。本当そうだ。あなたはとても強く美しい。私ももっと強くあらねば。カミーユは私のことを知っ…三日月オーガス、出るよ。あなたの力、どれほどのものか拝見させていただきます。なら敵になるのはやめて、私に優しくしてよ。ちぃ、カミーユ、早くゼータに乗れ。クワトル隊員、フォーさんの様子が。薬物と催眠、そしてサイコミューからの強制、まともな精神状態ではあるまい。それが強化人間。じゃあ彼女はもう。ユノ姉さん、カミーユ君は戻ってきてる。あとは彼次第だよ。
基地は？この先のシャトル発射場。ティターンズの幹部が脱出しようとしてる。フォー、戦っちゃいけない。君は病気なんだ。お前たちは私をいじめに来た。私から記憶を奪ったのもお前たちだ。フォー、私は記憶が欲しいの。自分のことをもっと知りたい。これがサイコガンダム。フォーさんは？フォー、サイコガンダムを降りるんだ。お前たちを倒せば私はもう苦しまないで済む。フォー、行け。直撃。そこ、オールレンジ攻撃。行け。まだなのか。オールレンジ攻撃。当たれ。これで決める。
カミーユは私の援護する。なら敵になるのはやめて、私に優しくしてよ。ちぃ、カミーユ、早くゼータに乗れ。クワトル隊員、ポーさんの様子が。薬物と催眠、そしてサイコミユから。サクラ、目的地は？この先のシャトル発射場。ティターンズの幹部が脱出しようとしてる。空に逃げる。フォー、戦っちゃいけない。君は病気なんだ。お前たちは私をいじめに来た。私から記憶を奪ったのはお前たちだ。フォー、止まれ。私は記憶が欲しいの。自分のことをもっと知りたい。これがサイコガンダム。フォーさんは？フォー、サイコガンダムを降りるんだ。お前たちを倒せば私はもう苦しまないで済む。フォー、捕まえて。行け。なかなかのものですね。オールレンジ攻撃。当たれ。さすがだな。消えてしまえ。展開。直撃させる。これで。そこ。くそ、まだか。やらせはしない。体勢を回復する。肝心な時に。仕事言うんだ。僕が説得します。どうしいな。吹き止め。オレンジ攻撃。やらせはしない。これで終わりだ。
ってくれ。了解しました。まだやれるぞ。あなたの相手はこの私です。早く落ちて。まずいな。ユノ、サイコガンダムを頼む。制空権は我々で確保する。了解です。小隊長、クアトル隊員と連携して。カミーン、来い。乗っちゃいけない。フォーはもうこんなマシーンに乗ることはないんだ。捕まえた。沈め。受けてみろ。ありがとう。まだまだですね。みんな燃えちゃえばいい。
状況は前と同じね。さて、キラ君とアスラン君は、三日月オーガス、出るよ。あなたの力、どれほどのものか拝見させていただきます。アスラン、ジェネシスを。了解だ、キラ。小隊長さん、ユナさんたちか。キラ君、それともう一機が。ジャスティスガンダム、キラ君の親友アスランドラ君だね。二人がいればジェネシス発射は阻止できる。アスラン、小隊長さんたちと協力して。この感じは。キラ君、どこへ。あの人だ。アスラン、後を頼む。キラ、ここは俺に任せろ。出てきたみたいだね、仮面の男が。ラウル・クルーゼ、全てのものにとっての敵。私たちはジェネシスを。フリーダム・ガンダムが交戦開始。相手はプロビデンス・ガンダム。フリーダム？キラ、通信回して。また君か。厄介なやつだよ君は。あなたはあってはならない存在だというのに。何を。サクラ、コーディネーターは遺伝子操作によって生まれた人間よね。そうだよ。だけど彼はね。展開、いけ。やるじゃん。さすがですね。まだなのか。オールレンジ攻撃。知れば誰もが望むだろう。君のようになりたいと。君のようでありたいと。そんなこと故に許されない。君という存在を。キラ君はコーディネーターのだけじゃないの。他に何か特別なものが。彼はスーパーコーディネーター。人工子宮を用いて作られた。人間を作った。しかし、どうしいな。好きだ。いけ。マッチョを撃撃させる。オールレンジ攻撃展開。いけ。当たれ。まだなのか。しくじったか。味方にはいない。うざいさ。一息に飛び込む。僕は、それでも僕は、力だけが僕の全てじゃない。それが誰にわかる。何がわかる。わからぬさ、誰にも。わかろうともしない人が。待て。プロビデンスガンダムが戦線離脱。まずいよ、ジェネシスの方へ行くみたい。なんだと。こっちも急ぎましょう。でも間に合うの。ギリギリまで諦めるな。間に合わせてみせる。相手もやるようだよ。行け。そこだ。そしてみろ。直撃させる。こいつでどうだ。ジェネシスのエネルギー反応が増大してる。まさか撃つの。目標は北米大陸東岸地区、地球大西洋連邦首都ワシントン。まずい、時間がない。こうなったらやるしかないな。あとは任せたよ。アスラン君、何をするつもりなの。核爆発。まさか自爆を。大丈夫だよお姉さん。オーブ連合のかがり姫様がいる。彼女なら絶対アスラン君を助けてくれるよ。信じるしかないのね。キラ君の方はどうなってるの。
フリーダム。プロビデンスガンダムと交戦中。来るよ。これが定めさ。知りながらも突き進んだ道だろう。何を。正義と真実、分からぬと逃げ、知らず聞かず、その果ての終局だ。もはや止める術などない。そして滅ぶ。人は滅ぶべくしてな。そんなあなたの理屈。それが人だよ、キラ君。違う。人はそんなものじゃない。は、何が違う。なぜ違う。またれ。ザ邪魔。そこだ。展開。あぶれ。この憎しみの目と心と、何を信じる。なぜ信じる。それしか知らないあなたの。知らぬさ。所詮人は己の知ることしか知らぬ。辛いのは、苦しいのはあなただけじゃない。ダンブ・クルーゼ、なんて迫力なの。あ、そうだ、アスラン君は夜勤ルーエに突入したよ。小隊長さんはこっちに集中して。ダストン・クルーゼさん、アダオはクーでも思ったけど、すごく深い絶望を感じる。彼は人間に絶望し憎んでいるんだよ、自分を生み出した。もしかしてキラ君と同じ。彼はナチュラル、普通の人だよ。正確には普通の人から作られた存在。まだ苦しみたい。いつか、やがていつかはと、そんな甘い毒に踊らされ、一体どれほどの時を戦い続けてきた。展開。いけ。さすがですね。オールレンジ攻撃。やってくれ。ぜい。滅びるがいい。ダーッ。よほど死にたいらしい。何をとんの。なんて深くを取るなんて。行くぞ。しくじった。惜しいな。終わりはしない。すごいな。かな。まだなのか。こんなところで何をしているのですか。潰せらまずく。そこだ。やるか。こんなはずでは。邪魔。このそろそろご退場願おうか。礼を言うな。直撃だとね。どうだ。強い。一息に飛び込む。よほど死にたいらしい。当たる。さすがですね。アスラン君が夜勤ルーエの司令室を占拠したよ。これでジェネシスの発射を止められる。甘いな。何が。アスランならやってくれる。この余裕、何か策があるっていうの。保険があるってことだよ。たとえ夜勤が落とされたとしても。どの道私の勝ちだ。夜勤が自爆すればジェネシスは発射される。自爆シーケンスと連動させてるの。そこまでして。もはや止める術はない。血は焼かれ、涙と悲鳴は新たなる争いの呪しとなる。そんな、アスラン。邪魔だ。そろそろご退場願おう。死体が。味方がいない。滅びるがいい。しまった。あなたに助けられている道はまだまだです。
まさかジェネシスに撃たれる。アスラン君、お願い。人が数多持つ予言の日だ。そんなこと。それだけの業を重ねてきたのは誰だ。君とてその一つだろうが。それでも守りたい世界があるんだ。直撃させる。もらった。肝心な時にこれでどうだ。直撃だと。これが定めか。あなたはどうして。キラ君、ジェネシスの停止を確認。アスラン君がやってくれたよ。アスラン、僕たちはどうしてこんなところへ来てしまったんだろう。キラ君、僕たちの世界は。はあ、ありがとう。助かったよ。